はいどうも皆様こんにちは、ササリコウノリです。今回も、新鬼ヶ島前編の続きからやっていきます。前回は1話1章読み終わって2章に今から入ります。日の江様ゆかりのワンちゃんのリンゴちゃんをのお話さて、男の子と女の子のお話の続きじゃ。月日は流れ、平和な長串村で二人はすくすくと育っておった。そんなある日、二人はおじいさんから隣村までのお届け物を頼まれる。初めてのお使いというやつだな。小さな胸をドキドキワクワクさせながら出かけていく二人。途中雪女に会うこともあったが、二人は知恵と勇気でなんとか隣村まで行くことができたんじゃ。さて、隣村は四方を山で囲まれた小さな村じゃった。高台から村を眺め、目指すお店が大きなお寺の横にあることが分かった二人は、お届け物を渡し、無事お使いを済ませたんじゃ。お使い完了じゃな。こんな調子で四人は仲良く平和に暮らしておったんじゃ。そう、あの日まではな。その頃、リンゴも随分大きくなり、村の子供たちと元気に遊ぶ毎日を送っておった。よ、およ、リンゴよ。私は日の江と呼ばれる者。幾億年の長きにわたりこの世に生まれた命を見守る者、リンゴよ。封印されし災いの竜はすでに解き放たれてしまった。いずれお前は選ばれし者と共にその竜と戦うさためにあるのだ。え、日の江様？夢？ここは日の江神社の床下です。小犬時代の時は過ぎて、今は真夏の昼下がり。どうやらリンゴは涼しい床下で昼寝をしていたようですね。真夏の昼下がりです。セミの声が響いてきます。リンゴが外へ出ようとすると、あれ？話し声が聞こえてきました。今日も暑いでガンスね、姉子。うるさいね。暑い暑いってんじゃないよ。余計に暑くなるじゃないか。すいません、姉子。それはそうと、わきまえはいつもらえるんでガンスか？そろそろ逃げないとやばいんじゃねえんでガンスかね。そう焦るなって。この村の連中は全くおめでたい奴らばかりさ。自分の家の小判がどっさり取られたっていうのに、庄屋は何も気づいちゃいねえ。お宝もまだまだ私らを待ってるんだよ。え、何のことでガンス？バカだね。まだまだこの村のお宝が盗めるってことだよ。ああ、全くその通りでガンスね。姉子がその気なら自分は構わないでガンスよ。でもせっかく盗んだ小判をこんなところに植えちまって大丈夫でガンスかね。心配するなって、この村の連中は妙に信心深いから、神社の境内を掘り返すなんてできやしないよ。さすが姉子だ。まったくその通りでガンスね。リンゴは二人組の方に向かって花を引くつかせてみました。ずいぶん甘ったるい匂いだな。リンゴは二人組の匂いを覚えました。じゃあそろそろ行くよ。へいでガンス。くんくん、甘ったるい匂いだ。二人組はもういませんが、甘い匂いはまだ残っています。ここは日の江神社の境内の東側です。もう二人組の姿は見えません。何かを埋めたと言っていましたが。苔の生えた地面はひんやりとし、リンゴの鼻先のほっぺを沈めます。くんくん、ヒノキの香りだ。森林浴ですね。くんくん、リンゴは本殿の柱の匂いを嗅いでみました。他の犬のおしっこの匂いはしません。くんくん、くんくんくん、くん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 。そこいら一面であの二人組の甘い匂いがしています。これではどこに埋めてあるのかわかりませんね。ここから見ると随分縦長の建物ですね。ここは神社の東側です。あまり装置が行き届いているとは言えません。特にないか。本殿の正面に来ました。ワン、
リンゴは本殿に向かって咲きましたが、吠えましたが返事はありません。くんくん、かすかにあの二人の匂いが残っています。本殿の東側へ連れて行ってきます。なんかできへんのかな。しようか。大きなったな、リンゴ。お、ここはリンゴの家です。おばあさんが今日もせっせと掃除をしています。同じところずっと掃除してる。あら、おじいさんはどこでしょうか。リンゴや、掃除の邪魔だから表で遊んでおいで。いつものおばあさんの匂いがします。特に変わった匂いはしません。テキパキと掃除しています。ところどころ傷んでいますが、掃除が行き届いています。こら、リンゴ、お前はもう大きいんだから部屋に上がっちゃダメだよ。叱られちゃいました。うわ、あいつらだ。あの時の悪ガキ3人組です。リンゴは向こうに行くのを諦めました。ここはヨクベイさんの家です。リンゴは遊んでもらったことがありません。何かそわそわと落ち着きのない人です。あんまりジロジロ見回すな、鬱陶しい犬め、さっさと帰れ。何か食い物でも欲しいのか、金目のものでも拾ってきたら何かくれてやらんこともないかな。匂いを嗅ごうとリンゴが近づくと、こら、暑苦しい、あっちへ行け。ゆくべえさんに怒られてしまいました。くんくん、こら、匂いが減る、あっちへ行け。どういう欲張りとかっていうベクトルとまた違うんじゃないのか。ここは吉兵衛さんとおくにさんの家です。優しい老夫婦でよく遊んでくれます。頼りなさそうな顔をしています。具合でも悪いのでしょうか、布団に横になっています。質素な住まいです。何もありません。おや、リンゴ会よく来たね。でも今日はうちのばあさんが風邪で寝込んでいるから何もあげられるものはないんだよ。クニーさんは寝ています。そっとしておいてあげてください。ふんふん、おや、リンゴ、どうしたんだい。リンゴが知っているいつものキチベイさんの匂いです。クニーさんは寝ています。そっとしておいてあげてください。ふんふん、特に変わった匂いがします。なんかすることあるか。境内に戻って、あそこのなんか、ここをなんとかしたなんかね、あの怪しい二人組がここに何かを埋めたと言っていましたね。この海だな。あかん、ダメだ。どうしたらいいんや。まったくおじいさんたらどこをほっつき歩いているやら。怒られちゃうもん。おお、びっくりした、おじいちゃん。おや、リンゴの家のおじいさんですよ。何か妙なものを持っていますね。おや、リンゴ、お前も散歩かい。今日は良い天気だからね。うん、この藁が気になるのかい。ひょひょひょ、何気に拾った藁じゃったが、アブがくくりつけてあっての、多分あの悪ガキ3人組の仕業じゃろうって。そう言っておじいさんはどこかへ行ってしまいました。なーに。リンゴは道端の草に鼻先をつけていました。ひんやりして気持ちいい。おじいさん、いや、こっち行けるもんな。
こいつは、ホットゴー。こいつはホットゴー。なんか、向こう行けるわけでもないし、行ける場所なんか4カ所ぐらいしかないのに、なんかまだあんのか。いやー、なんか変わってる感じがないから。ワン。ダメね。こっち行けないよな。どうするか。おじいさん見っけだよ。おじいさん見たよ。おじいさん見たのにな。進んでるな。ばあさんかね、ただの風邪じゃよ。何か精のつくものを食べさせればすぐ元気になるんだが、そんなものを買う金もないし。そういえば、お前の家のおじいさんは今日も元気に散歩をしていなさるのかね。やっぱり健康が一番じゃな。ああ、もう終わったわ。あ、まだじじい。おや、おじいさん、今度は美味しそうなみかんを抱えています。困った、困った。こんなにたくさんのみかんをもらってしまったよ。さっきそこで泣いている子供がおってな。あのあぶつきの藁であやしておったんじゃが、母親がどうしてもというので藁とみかんを交換してあげたのじゃ。じゃがこんなにたくさんもらったらちっともお前が見えんの。そう言っておじいさんはどこかへ行ってしまいました。おじいさん。あとよくベッド話せばいいのか。そういえばお前の家のジジイは金にならないものばかりもそのあたりをうろうろしているが、たまには何かいいことでもあるのか。俺もこんな性格のままいたらこんな欲張りジジイと同じ性格になりそうだ。帰ってきたか、おばあさん、おじいさん。おじいさん帰ってこんな。他になんかあるか？こっち左行けるとかじゃないもんな。ん？ばあさんかね？ああ、さっき見たわね。おお、どうしたらいいんやろ。そろそろ本でなんかあるか？ああ、草やわ。ああ、じじい。こんなところに。あ、おじいさんです。今度は柿を一つ持っていますよ。ん？さっきのみかんかい？あれは旅の人が持っていたこの柿と交換してしまったよ。柿ね。この柿と交換してしまったよ。柿って言ったら、ミルク、海のミルクやわ。ずいぶん喉が渇いていたらしくての、今度は柿一個じゃ。ちょっと損したかの。ん？旅の人かい？その人なら神社の中にいるはずじゃ。何でも日の江神社にゆかりのある人らしくて、後で庄屋様もご挨拶にいらっしゃるとのことじゃが。おう、そういえば、今の時期に柿を持っているところなぞ、やはりただ者ではないお人なのかの。そう言って、おじいさんはどこかへ行ってしまいました。おや、本殿の扉が開いてますよ。古くても風格のある建物です。正面に賽銭箱がありますよ。おや、誰がこちらへやってきますよ。おじいさんが話していた旅の人でしょうか。あら、一体さんですね。でもまだこのお話ではリンゴは一体さんに会ったことがありません。一体誰でしょう。どこかで会ったような記憶の奥をくすぐるような、なぜか懐かしい匂いがします。おや、お前はリンゴではないか。おお、なかなか立派になったな。ん？まあ覚えとらんのも仕方あるまい。わしの名は一体というんじゃよ。いずれまた会うことになろう。リンゴよ、よくお聞き。お前は今年の秋が終わる頃、一人の男の子に出会うだろう。それからが試練の旅の始まりじゃ。それまでに体と心を鍛えて、その男の子を助けておくれ。頼んだぞ。
あー一緒や。ヤミッタイさんしかいい。あ、しまった、本でしまった。あ、賽銭箱かけるぞ。リンゴは賽銭箱の奥に鼻先を突っ込みました。クンクン、これがお金の匂いか。リンゴはお金の匂いを覚えました。これや、これであの小判を埋めたところを探せばいい。あの怪しい二人組、小判を埋めたと言っていたような。これでお金の匂いを嗅がせばいい。クン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 、どうやらここが臭いな。取ってみますか。あ、なんだこれは。あ、これはなんだろう。リンゴは小判の入った袋を掘り当ててしまいました。しかしリンゴは小判を見たことがありません。取っちゃえ。リンゴは袋の端っこを加えて引っ張り上げようとしました。ダメです。袋は重くてとてもリンゴの力では持ち上がりません。黄金色に輝く小判です。賽銭箱のお金とは随分違う。ふんふん、お金の匂いに混じってあの二人組の甘い匂いもしています。これ欲張りジジイに見せたらどうなんだよ。それセーブしてジジイに見せてみる。呼んだか。ん、ここまでを記憶するか。これで電源を切ったりリセットボタンを押したときにまたここから始めることができるぞ。その時は目次で続きからを選んでおくれ。おいジジイ、金やぞ。さっきの小判とかよくべえさんを連れて行ってみますか。リンゴはよくべえさんの袖を引っ張りました。あ、何する、ほらやめねえか。痩せっぽっちのよくべえさんはリンゴに引っ張られていきました。リンゴはよくべえさんをさっきの穴の前まで引っ張っていきました。はい、たた、このクソ犬、離さねえか。クソ、離さ、ふん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 。よくべえさんは袋の中身に気がついたようです。ふんふん、おうおうおう、こりゃすげえお宝じゃ、お宝じゃ、お宝じゃ。は、誰も見てはおるまいな。そう言うとよくべえさんあたりも見回しました。うふふん、とても笑いが止まらんぞ。小判じゃ小判、ふん、さてさて急いで家へ持ち帰らなきゃ、ふんふん。よくべえさんは大急ぎで小判の入った袋を担ぐと神社を出ようと歩き出しました。とそこへちょうどお供を連れた庄屋さんが村の方から歩いてきました。おう、これはよくべえ、珍しい。お前も神社にお参りかい。よくべえさんはちょっとどぎまぎしています。あ、はあ、庄屋様、今日はお天気で、はあ、まあ私も、まあそのあの、たまにはまあお参りせにゃと、まあおうおう、やはりこの村は日の井様あっての。お前何を抱えておる。え、あ、この袋ですか。いや、そう、何ね、うん、これは私の、うん、私の、そう、私の家の金物で、そのすきや桑の葉をそろそろ作り直してもらおうと、これから隣村の鍛冶屋まで持っていくんですよ。ふんふん、鍛冶屋ね。バカ者、それはわしの家の蔵にあるはずの袋だ。その模様は他にはないはず。よくべえさんは小判の入った袋を庄屋さんのお供の二人に取り上げられてしまいました。ひー、庄屋さんは袋の中身を確かめると、やはり間違いない。よくべえ、このとんでもない嘘つきの盗っとめ。よくべえ、お前がケチで怠け者とは知ってはいたが、盗みまで働くとは情けない。このどうしてくれよ。恐れ入ります。許してください、許してください。この袋ここで拾ったんです。ここに埋めてあったんです。まだ言うか、タツキチ、トラキチ、この盗っ人を踏みちばって引っ張ってきなさい。へい、違います、ここで拾ったんです、あの犬が。ああ、よくべえさんは二人の友に引き立てられ、庄屋さんの屋敷へと連れて行かれました。庄屋さんの屋敷の前です。一体何が始まったのかと物見たかい村人が集まっています。本当です、本当なんです、本当に神社に埋まってたんです、本当にあの犬がボラにこれついたんです。大変なことになってしまった。まだ言うか、このすっとめ、犬がここ掘れだと。バカも休み休み言え。待てよ、他に盗まれたものは。おゆき、おゆき。はい、お父様、何か。おゆき、実はこの屋敷に泥棒が入ったようなのだ。何かなくなったものはないか調べておくれ。
お父様、お母様の、お母様のかんざしが見当たりません。お母様の片身の3個のかんざしが、おお、なんてことを。こら、ゆくべ、あれはかけがえのない大切なものなのじゃ、早く返せ。とんでもない、おら知りません。本当に泥棒なんてやってねえだ。ゆくべさん、あのかんざしは大事なお母様の片身なの。どうか返してください。きっとあの犬だ。あの犬が盗んだにちげえねえ。往生際の悪い奴め、早く白状するだ。そうだそうだ。お嬢様のものを盗むなんて、おらがゆくさん。タツキチ、トラキチ、この盗っ人を裏の蔵へ放り込んでおしまい。ゆくべさんはすっかり濡れ衣を着せられて、庄屋さんの蔵に閉じ込められてしまいました。マジでほら。かわいそうね、ゆくべさん。これはあかんわ。これちょっと、一旦、ちょっと、これ、リセットってなんかないんかな。へえ、よくべえさん連れてたらああなんねんや。かわいそうなよくべえさん。ちょっとかわいそうやからよくべえさん救ってあげるか。はい、戻ってきました。かわいそうなよくべえさん。吉兵衛さんに話すか。ん？母さんかね？ただの風邪じゃよ。何か精のつくものでも食べさせればすぐ元気になるんだが、そんなものを買う金もないし。どうでしょう？さっきの小判のところで吉兵衛さんを連れて行ってみては。よし。リンゴは吉兵衛さんの袖を引っ張りました。あれあれ、どうしたんじゃ？今日は遊んであげられないんじゃよ。リンゴはしつこく吉兵衛さんの袖を引っ張りました。なんじゃなんじゃ、どうしたんじゃ？何か用でもあるのかい？吉兵衛さんはとうとうリンゴについていくことにしました。リンゴは吉兵衛さんをさっきの穴の前まで引っ張っていきました。うん？なんだね、リンゴ。うん？この袋をどうする？わあ、これは。吉兵衛さんは小判の入った袋を掘り出しました。これは一体、大変だ。気の小さい吉兵衛さんはかわいそうに、すっかり気が動転してしまいました。ああ、リンゴ、わしは今までこんな大金見たことねえ。どうしたもんだ。吉兵衛さんはしばらく考え込むと。うむ、そうだ、これはやっぱり庄屋様に相談するしかあんめえ。リンゴ屋、お前がなんでわしを連れてきたかはわからんけど、これはやっぱり庄屋様に届けるが一番だ。うんうん。吉兵衛さんはそう言って小判の入った袋を担ぐと庄屋さんの屋敷に向かいました。リンゴは吉兵衛さんについて庄屋さんの屋敷に来ました。庄屋様、吉兵衛ですが、ちょっとお知らせが。なんだい吉兵衛、随分慌てて。吉兵衛さんは背負っていた袋を下ろすと庄屋さんに渡しました。おや、これは。おお、これは大金だ。それにこの袋。吉兵衛、これは一体どうしたことじゃ。へい、庄屋様、日の江様の神社で見つけたんです。神社の境内に埋めてあって、この犬がリンゴって言うんですがね。ほら、案内してくれたんです。ほら、大変なものを拾っちまったで、まんずと庄屋様に報告しようと急いで持ってきたんですが。うーむ、神社に。吉兵衛、この袋はわしの家のものなんじゃ。ほれ、この模様が。おお、本当じゃ。でもこの犬が、なんでまた。本当に不思議なこともあるもんですじゃ。でもまあ、よく届けてくれた。礼を言うぞ。そうそう、お礼としてこれを受け取ってくれんか。庄屋さんは吉兵衛さんに小判を一枚差し出しました。おお、ありがとうございます。こんな大金。これでばあさんの風も吹き飛びますだ。おくにさんが風邪？そりゃいかん。夏風は立ちが悪いから、これで精のつくものでも食べさせてあげなさい。庄屋さんはそう言うと小判をもう一枚吉兵衛さんに差し出しました。ありがとうございます。おや、おゆき、慌ててどうした？お父様、大変。お母様のかんざしが見当たりません。お母様の形見の3個のかんざしが。あのかんざしが一体どうしたんだ？今日奥の片付けをしていたら何か荒らされているようで変だったの。そこでいろいろ探してみるとどうしてもあのかんざしが見当たらなくて。お父様、きっと泥棒が入ったのよ。何？泥棒が？そうか、吉兵衛、きっとこれも泥棒の仕業に違いない。この袋があったところに案内しておくれ。庄屋様はお供を連れて吉兵衛さんと神社の方に行ってしまいました。よくべえさん、マジかわいそうやな。何もしてへんのに。かんざしを探しに行ったのでしょうか。庄屋さんはいません。母
母親の形見をなくしたせいでしょうか。どこか怪しげです。どうでしょう、この子のためにかんざしを探してあげましょうよ。さすが日本一、リンゴは期待を裏切りません。犯人はきっと前にあった例の二人組のはずです。頑張って探しましょう。さすが庄屋さん、村の中で一番立派なお屋敷です。あら、お前リンゴだったわね。でも今は遊んであげる気分じゃないのよ。くんくん、可憐な香りがします。特に変わった匂いはしません。特に変わらんな。違う、オラーも吉だ。ちょっと汗臭いな。ちょっとホコリっぽいですね。団子屋さんです。主人の名前はアンスケさんと言います。ニコニコしています。美味しそうなお饅頭やお団子が並んでいます。ん？何か用かい？あんこの匂いが染みついています。店中団子や蒸したての饅頭の匂いがしています。お腹減っちゃうよね。ほら、鉄平というんだが、このまま向かって左に進むと村の外れの橋に行けるぞ。くんくん、よせよ。なんやね、なかなか立派な橋です。周りには誰もいません。くんくん、リンゴは橋の柱の匂いを嗅いでみました。他の犬のおしっこの匂いがしません。特に変わった匂いはしません。あそこ入ったよな。入ったっけ。あ、アンスケさんでか。お店や。あそこはね。お、なんだお前。ゴロサク。おお、これはゴロサクだ。腹が減ったぞ。くんくん。う、あまりいい匂いじゃないな。あ、お元気になってる。クニさんが元気になって本当に嬉しそうです。家に寝込んでいたのが嘘のようにツヤツヤした香りをしています。これは見た、もう見たい。やあリンゴ、お前のおかげでたくさんのご褒美をいただけたよ。ばあさんもびっくりして風邪も治ってしまったし、本当にありがとう。まあリンゴ、本当にお世話になったね。ありがとう。なんだいリンゴ、くすぐったいよ。これは見たな。ふんふん、見たなこれ。どうしよう、欲張りじじいと喋っても特に得がない。おじいさんならさっきちょっと帰ってきたかと思うとまたすぐ出て行ったわよ。今度はもっとすごいものと交換するんじゃ、なんて言っていたけど、全く何を考えているやら。おじいさん、お、なや、ここにも人は。私はお絵のよ、はじめまして。くんくん、どうしたの。そんな、なんか、あれがなかった。じいさま、どこ行ったじいさま。おじいさん。おじいさんは一体どこに行ったんでしょう。あ、いた。マリオっぽいの持ってる。あれ、おじいさんです。こんなところで何でしょう。おや、リンゴか？よくここが分かったの。
込んだこの金の仏像じゃ確かに金色でピカピカして綺麗なんじゃが、この顔はどう見てもお釈迦様ではないしの、一体どこの神様の像なのかの、変なものが噴火してしまったものじゃ。そう言っておじいさんはどこかへ行ってしまいました。おじいさんどこ行ったんや。ほらこの家買うか買うまいか迷っているだ。おじいさん見に行かった。おじいさんいい日にな。ああさっきの像、ほらこれいいだろ、金の仏像。ほらこれ前から欲しくってずいぶんあっちこっちを探していたんだけど、なかなか見つからなくってな。ところがついさっきお前の家のおじいさんがこれを持って歩いているのを見つけて、お願いして店の団子と交換してもらったんだ。これは安助さんがおじいさんとお店の団子で交換したものです。めちゃくちゃやなおじい。おじいこれでおばあちゃんに団子持って帰ってきてあげたのか。おじいさんどこ行った。おじいさん見なかったですが、さっきお前の家のおじいさんを村外れの橋で見かけたけど、おわマジか、ありがとう。っていうかリンゴ喋ってないのによみんな喋ってくれるよな。あいたいた、おやおじいさんです。両手で抱えているのはワンスケさんのお店の団子でしょう。おやリンゴや、いいところで会えたね。ほら今度はお団子をこんなにいっぱいもらっちゃったよ。それにしても世の中変なものを欲しがる人がいるものだね。あんな変なものが美味しいお団子に変わってしもうた。ひょひょひょ。そうじゃお前にも少し分けてあげようかの。リンゴはおじいさんからお団子を手に入れました。これでばあさんによい読み上げができた。わしはこれから帰ることにするが、お前はまだ遊んでおいで。おじいさんは家に帰ってきました。あの藁から最後はお団子ですか。わらしべ長者への道はまだまだ遠いようですね。いいやん、おじいさんが幸せそうやねんから。おじいさんは団子が団子とおばあさんの時間が一番大事やねんって。帰ってきたおばあさん。あらおじいさんいた。幸せそう。お団子を食べています。お団子を食べています。これは見た。リンゴ、お団子は美味しかったかい。おじいさんのお散歩もたまにはいいことがあるね。金の仏像を打った方が良かったんじゃないか。罰当たりになるのがこの時代やと。まずここね。気弱そうな人です。これで宿屋の主人が伝わるのでしょうか。結構広そうな宿屋ですね。くん。なんだ？シッシ。あっちへ行け、シッシ。なんだ？シッシ。こいつ。くんくん。うーわ、まったるい。あの甘い匂いだ。ダメだ。このやべえのやつ。こら、シッシ、ダメだってば、シッシ、あっち行けよ。ダメだ。こいつはどうすりゃいい。なんだ。まだ行けないっぽいな。見たな。もう見た。そういや、庄屋さん、日の江神社の方に行くとか言ってへんかったっけ。ちょっと、そっち行ってみるか。おらんやないか。甘い匂いが消えてしまったな。
私毎朝日の江神社にお参りしてたのに全然気づかなかったわ。リンゴあなた偉いわね。でももっと埋まっていればいいのにね。欲が深いぞ。もう欲べは話さんでいいやろ。おお、お前いいもの持ってるじゃないか、くれ。やだ。ほら、ああ一緒か。鉄平さんに話を聞いてる。かもこの人はもう橋の話しかしマニアやな。橋マニアや。あげるか。はい。リンゴは食べ残しの団子をゴロ作に渡しました。おう、お前気前いいな。よし、それではいいことを教えてやろう。雇屋の主人は犬が怖い。子犬に吠えられても逃げ出しちゃうぞ。ありがとう。あまりいい匂いじゃないな。よし。それだとは宿屋の主人をぶち吠えて、切れればいいのか。ほら、この野郎。わん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 。ひえー、だ、助けてー。だ、誰か、ひぃ、ひぃ。宿の主人は誰か助けを求めに行きました。今のうちです。最後。ワン。ああ、びっくりした。お腹が空いてるんだね。おにぎりでも食べるかい？食べない。まあまあ、そんなこと言わないで。食べない。やばい！ループや。リンゴはおにぎりをもらいました。むしゃむしゃ、むしゃ、ごっくん。おお、いい食べっぷりだね。もう一個どうだい？いらねえ。もう、犬はどこ行った？何かやばそうですよ。急いでんだよ。ちょっと、ばあちゃん。おばあちゃん食べないよ、僕。うわ、おばあちゃん。宿の主人がおかみさんを連れて現れました。ほら、さっさと出ておいき。ああ、リンゴは宿から紡い出されてしまいました。ババア。ひゃあ、また来た、だった、誰か、ひーひー。ばあちゃんは、話すと損すんな。お、バン、おお、ブンブク茶釜や。バン、俺の茶釜が、俺の茶釜が、幼少人風ですが、一体何を売ってるのでしょうか。犬はどこ行った？何かやばそうですよ。急ぎましょう。この人や。こいつや。この甘や。おっ！これは小太りじじい。あ。ああ。ジジイや、小太りジジイ、しかも両方に共にコブついてるってこと、あれは悪いジジイやん。おお、お客さんだ、はっはっは。どうじゃね、わしの踊りは、はっはっは。ずいぶん苦しそうですね。ずっと踊ってたのでしょうか。ワン、制限ありがとう。このジジイ危ないよ。リンゴは近いことができません。ここは？あ、外れ。また来てやったぜ。オッケー。ちょっと待った、このばあさんさ、スズラ2つ持ってる。うん、これはおにぎりの匂いかな。まさかこの荷物全部おにぎりですか。うんうん、チュンチュン、あはは、スズメの親で。やばい。ワン、びっくりした。一体どうしたの。
美しい娘さんです。あら、ワンちゃんどうしたの？どこから来たんだい？あー、クソ甘ー。クソ、何回でも行く。ふん、あ、名前においだ。この人かな。うん、いまいち確信が持てませんね。ワン、ダメだ、フラグが立ってね。そりゃ逃げる。証拠品の匂いをつかめれば勝てるんやけどな。それは分かってんねん。この人がどっかに行けばあの箱の中身を探すことができんねんけどな。この人をどこかにやる必要があるけど、庄屋さんを探さんだから。モキチさん、モキチさんは家を買おうかどうか迷って。ないのか。ちょっとリッリ、なんもないな。まあ、アンスケさんはあかん。もうあの像が大好きすぎて困っちゃう。立派な橋です。すいません。ああ、ダメだな。ここら辺は全部したもんな。やだ。何か、あら、あ、いたいたいた。庄屋さんちのゆきちゃんかわいそうに、ずいぶん落ち込んでいたわね。他にお母さんの形見はないのかしら。他にお母さんの形見か。これはフラグを立ててから話しに行けばいいのか。あ、ほら見てごらん、綺麗な匂い袋でしょ。この袋と一緒にかんざしをしまっておいたのに、これはもうお母様が残してくれたものなのよ。リンゴは匂い袋をそっと嗅いでみました。クンクン。もうだいぶ古いものなのか、かすかにしか香りません。クン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 。うん、かすかに優しい香りだ。リンゴは匂い袋の香りを覚えました。オッケー。これであの、甘い匂いの女を追求することができる。法廷では証拠が全てやぞ。法廷でまた会おう。ふん、あ、名前に匂いだ。この人か。あ、うん、いまいち確信が持てませんね。荷物 OK、 荷物書いた。ふん、くんくんくん。きつい甘い匂いにまとってかすかにあの優しい香りがする。リンゴはあの匂い袋の香りをかき分けました。くらえ。この娘が泥棒だと確信したリンゴは、もう猛烈に吠えまくります。ワン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 。一体どうしたんだい。ワン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 。うるさい、あっちへお行き。ワン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 。うわ、姉子、一体何の騒ぎでガンス、この犬は。お前、このバカ犬を何とか押し。ワン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 。ひゃー、自分は犬が苦手でガンス。頼りになんないね。それと若い娘は手荷物の中からあのサンゴのカツガシを取り出し、右手を振り上げ逆に構えた。わん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 と、そこに宿屋の主人とおかみさんが現れました。こら、ここにいたのか。すみませんね、お嬢さん、この犬をすぐ連れ出しますから。まことに愛すみません。まったくどこから潜り込んだのか。でも娘さん、ずいぶん威勢がいいんですね。かんざしを振りかぶるなんて。あれ、そのかんざしは、え、これ、いや、都でちょっと、ねえ。そうでガンス、盗んだものなんかじゃ。し、バカ。
うん、私も見覚えあるわ。庄屋さんがちょうどいらっしゃるからちょっと見てもらいましょうか。クソ、逃げるのよ。ガブー、畜生、離せ。どうしたんだね、おかみさん。おや、そのかんざし、どういうことなんだ。庄屋さん、どうもこの二人が例の泥棒じゃないかと。何、本当か、お前らが盗っとか。ひー、悪うございました、でがんす。ち、もう間抜けを仲間にしてるから。庄屋さんの屋敷の前です。泥棒が捕まったと聞いて物見高い村人が集まっています。皆の衆、この村では珍しい騒動だったが、泥棒も捕まったし、盗まれたものも全て戻った。これもひとえに日の江様のおかげじゃろう。そうじゃそうじゃ、きっとそうじゃ、日の江様のおかげじゃ。それにしても不思議なことじゃ、なぜこの犬が泥棒を見つけてくれたのじゃろう。犬よ、そうそう、リンゴじゃったな。お前はどうして助けてくれたんだい。お父様、きっとこの子は日の江様のお使いなんですよ。そうかもしれないね。リンゴや今後もよろしく頼みますよ。ふふふふふ。こうして泥棒騒動を解決したリンゴは村中の人に名前を知られることになりましたとさ。めでたしめでたし。どうじゃな、泥棒は捕まえられたかの。あ、もう3章になったわ。はい、それではここまでのご視聴ありがとうございました。ではまた次回。それでは、今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならばチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。